ということで、キャリアコンサルタントになるにはについて確認していきましょう。先ほどのキャリアコンサルタントの国家試験そのものは実務経験が3年以上あれば養成講座を受けなくても受けられますよというお話をしました。逆に実務経験がない方も養成講座を修了することで国家試験の受験資格が得られますというふうに言いました。はい、ここでですね、養成講座なんですが、厚生労働大臣認定の講習である必要があります。この厚生労働大臣認定でないキャリア系の講座だったり、何かしらの講座を受けても国家試験の受験資格は得られませんので、十分ご注意ください。レックはもちろん、厚生労働大臣認定の講習としてキャリアコンサルタント養成講座をやっています。はい、それからもう一つ、専門実践教育訓練給付の対象講座というのが、レックのキャリアコンサルタント養成講座の大きな特徴です。これは何かと言いますと、講習を修了することで、皆様がお支払いになられた受講料の 50% が国から戻ってくる。そして、試験に合格して資格を取得することで、追加で 20% が戻ってくるという制度です。合計、お支払いされた金額の 70% が国から支給されるという、とてもチャレンジしやすい、そのような講座になっています。で、この専門実践教育訓練給付の対象にご自身がなるかどうかは、ぜひお確かめいただきたいと思います。ご自身のお住まいの住所を管轄するハローワークで確認することができますので、これ当てはまる方はぜひお使いいただけたら良いかなと思います。レックの講座、これ対象講座ですのでね、ぜひ確認してみてください。で、この専門実践教育訓練給付を利用して講座を受ける場合には、ちょっと書いてありますが、受講開始日、各月1日1日ですね、の1ヶ月前までにハローワークで手続きが必要ですので、こちらもご注意いただきたい点です。はい。で、レックの養成講座が、この厚生労働大臣認定の講習であり、かつ専門実践教育訓練給付の対象講座であるということで、これはですね、一定の合格率や受講生の方が修了される率などの基準を満たした講座のみが、この大臣認定であったり指定を受けることができるということなんです。ということで、講座の質が認められた証と言えますので、皆さんどうぞね、安心してレックの養成講座お申し込みいただければと思います。ではもう少し具体的に、レックキャリアコンサルタント養成講座のカリキュラムについて確認していきます。カリキュラム全体は155時間で構成されています。この時間数というのは、厚生労働大臣の認定講習である関係で、時間数は決まっています。150時間以上実施することというルールがあります。で、様々なルール、この中にも盛り込まれているんですけれども、これも厚生労働省の規定の通り行っております。はい。で、155時間をレックでは大きく2つに分けています。1つ目が知識編、通信。これは皆さんがご自身のペースで好きな時に学んでいただけるもの。これが知識編、通信です。ウェブ講座になりまして、ご自宅での学習。こちらに65時間配置しています。はい、そして、下に書かれているのが実践編。こちらが実際に通学をしていただく。あるいはオンライン。レックではズームを使っていますが、オンラインを使った双方向のやり取りをしていく。講義と演習を行っていく。こちらが 7.5 時間という一つの単位を12日間で合計90時間受けていただくということになります。で、この知識編通信はステップ1からステップ5まであります。この中に添削課題や知識確認テストというものも組み込まれています。はい、これがきちんと合格していきませんと、養成講座の終了にはならないということになります。はい、そして実践編通学オンラインの方は12日間のうち10日以上の出席で終了ということになります。はい、で、知識編と通信はご自身のペースで学んでいただくことができます。一方、実践編は仲間と一緒に双方向でグループワークなども行いながらやっていくんですが、この知識編通信と実践編の通学オンラインは並行して進めていきます。はい、ということですので、実際に講座、通学であったりオンラインの講座が始まる前にオリエンテーションの動画は確認いただく必要がありますけれども、65時間全部勉強した後じゃないと通学に通えないということではありませんので、どうぞそこはご安心ください。ご自身のスケジュールを調整しながら、確認しながら、どのクラスだったら受けられるかなということを調べてお申し込みいただくことができるようになっています。知識編の通信と実践編の通学オンラインが終了しまして、初めて養成講座の修了証を発行いたします。この養成講座の修了証が国家試験を受けるための受験要件ですし、受験のための申請の一つの書類となっていきます。はい、もう少し詳しくレックキャリアコンサルタント養成講座の特徴を見ていきましょう。お伝えしました通り、国の認定指定を受けた信頼の講座ということになります。そして、講義と演習のハイブリッドで身につく。ハイブリッドという意味は、両方並行しながら進めていくというお話をいたしました。知識を学んで、すぐに演習で実践していくということ。それから、1日の 7.5 時間という講義時間の中でも、知識編を学んだ後で、実際にそれを演習でやってみるということの繰り返しを盛り込んでいきますので、学んだ、吸収したものをそのまま身につけていくということができる、こんな構成にしています。講師については、実務家の講師を登用しています。それぞれの分野での多彩な経験ですね。実際にどんな相談者の方にどんな相談をしているのかとか、そのあたりのお話もたくさんさせていただいています。そして、受講しやすさを追求しています。通学、オンライン、ズーム、バリエーション豊富なスケジュールや、様々なクラス編成を行っています。受講料についてもリーズナブルな設定をしています。この後お話ししていきます。そして、基礎から体系的にブラッシュアップしていきます。レックは資格の学校として45年ずっとやってきている学校ですので、どうやったら基礎力をつけていって、そこから試験合格までつなげていけるのか。もちろん試験合格だけではなくて、皆様が実務についた時に役に立つように。そこに向けて、どのようなカリキュラムを組んで、どのような指導をしていったらよいか。というところについてはもう実績があります。レックのノウハウを活かして皆さんをサポートしていく。キャリアコンサルタントの養成講座にも活かしています。ということが特徴となります。それではレックキャリアコンサルタント養成講座の開講時期や受講料について確認していきたいと思います。国家試験が年3回。3月、7月、11月に行われているこの試験に対応してレックの養成講座も年3回開講しています。詳しいクラス編成、具体的にどのようなクラスがどこで行われているかといいますのは、こちらですね、キャリアコンサルタント養成講座の受講料スケジュールのご案内という紙でしたら冊子がありますし、ホームページにも掲載がありますので、こちらでご確認いただきたいなと思います。で、毎回ですね、年3回やっている毎回ですね、全国でだいたい35クラスぐらい設定しています。そのうちオンライン、ズームのクラスが15クラス。だいたいこのようなクラス数で行っています。受講料です。一般価格で30万2500円。ここには税金、教材費なども込み込みで入っています。入会金ですとか、そのような別途費用をいただいていませんので、この30万2500円以外にお金をいただくことはありません。逆に各種の割引制度が設けられていますので、ご自身に当てはまる割引があればぜひお使いいただきたいと思います。そして、専門実践教育訓練給付の対象講座ですので、該当する方はぜひこちらもご活用ください。受講料の最大 70% が国から支給される仕組みになっています。注意点として、1ヶ月前までにハローワークの手続きが必須ということはお伝えした通りです。講座代金の割引のシミュレーションです。専門実践教育訓練給付の制度が適用される方、として、これは金額の計算をしています。ちょっと見ていきましょう。まずは、キャリアコンサルタントの養成講座の一般価格が税込み302,500円です。そこから、例えば、レックで他の資格の、受講したことがある。他の資格の受講生だったという方、あるいは今受講生だよという方は、受講生割引というのがあります。10% の割引がありまして、272,250円となります。さらに、受講時のお支払い額なんですけれども、今ですね、皆様、このガイダンス聞いていただいておりまして、ガイダンス聞いていただく、あるいは本校のスタッフと相談をしていただいた後で、予約をしていただくということになりますと、当日予約申し込み割引で10,000円をお引きすることができます。そして、ブルーで囲まれている枠ですが、専門実践教育訓練給付で、講座終了で 50% が戻ってくる。さらに、試験に合格して、無事に資格登録した場合には、20% の追加給付が受けられる。ということで、合計、最終的には 80% 以上の割引ということになりまして、実質の負担額 78,675 円。一般価格 302,500 円でしたが、実際に皆様が負担される金額は 78,675 円ということで、非常にリーズナブルに受けていただくことができるということになります。そして、このレックの多資格割引で 10% 割引適用されますよと言いましたけれども、多資格の他にも、例えばハローワークで今お勤めの方、ですとか、専門職や資業をすでに持ってらっしゃる方、試験合格している方も 10% 対象になります。割引の対象になります。またですね、パパママ応援割引制度というのもレックは設けておりまして、未就学のお子様がいらっしゃる方であれば、同じように 10% の割引が可能となります。また、法人提携割引といいまして、企業様同士のお付き合いがある会社様でしたらば、それぞれの会社様の状況ですとか、弊社との契約状況によって割引が適用されるということになっています。はい、このあたりの割引についてはですね、ぜひ、レックの本校のスタッフですね、ご相談いただけると良いかと思います。はい。それでもう一つですね。試験対策についてのお話をしていきたいと思います。これは養成講座と同時にお申し込みいただく、かつ本校で購入いただいた方のみの特典とはなりますが、試験対策に役に立つ3点セットを大幅割引でお求めいただけるようにしています。試験は学科試験と実技試験というふうにお伝えしました。学科試験と実技の論述、そして面接試験、すべてについてウェブで受講できるものを3つまとめて、試験対策3点セットとして皆様にはお安い価格で提供しています。こちら3点合わせて 42,500 円なんですけれども、割引を入れる、かつ養成講座をお申し込みになった方は 24,000 円でご購入いただけるようになっています。この試験対策セットは、養成講座が終わった後で、もちろん試験前の対策として役に立つことは言うまでもないんですけれども、養成講座が始まる前の段階で予習をしておきたいという方、あるいは養成講座を受けながら並行して勉強したいという方にも大変好評いただいてますので、よろしければこのあたりも本校スタッフに内容などお尋ねいただけたらいいかなと思います。一応ここにもね、どういう内容かということを簡単に書いてあります。学科試験の対策講座は学科特訓ゼミという内容です。開講前の予習ですとか、受講中にサブノートとして使われる方が多いですね。養成講座のテキストは全部で5冊ありまして、ボリュームもそれなりにあります。ですが、学科特訓ゼミのテキストは比較的薄くて一冊で持ち運びもできるようになっている。で、どんどんこの学科特訓ゼミのテキストに書き込みをしていって、最終的にサブノートとして完成させて試験を受けるという方もいらっしゃいます。そして次が論述講座ですね。一級技能士という。先ほど資格体系で見ていただきましたが、指導レベルにあたる一級技能士の内藤先生というね、大ベテランの先生が教えていただく論述の合格講座。論述というのはどうしても書き方がわからないと、ね、どう進めていいか悩んでしまうかと思います。論述でどのようなことがね、求められているのか、そもそも試験として何を書けばいいのかであったり、どのように文章で表現したらよいのか、こうしたことも学べる講座になっています。もちろん試験前の見直しにもなりますし、練習問題ね、添削もついてますから、ぜひ活用いただけたらいいかなと思います。はい、一番下、同じ一級技能士の内藤先生による面接ロールプレイの合格講座です。ロールプレイもやり方、進め方ってどうしたらいいのかなって悩む方も多いと思います。ロールプレイの進め方を確認しておくことで、養成講座もスタートする前の段階から少し安心できるかもしれませんし、受講中も講師からのフィードバックがより浸透しやすいかもしれません。試験前にももちろん役に立つ。このような3点セットとなっています。はい、もう一回金額だけ確認しておきますと、こんな感じになってますね。大幅割引がかかっています。はい、そしてもう一つご案内しておきたいのが、外版書籍ということで、書店などでももちろん購入できるものですが、学科と論述試験の対策の書籍です。合格の取説という名称です。即習のテキストと問題集が合わさっているものです。で、この特徴なんですが、レック独自の試験の分類法で学習効率をアップさせています。また、国家資格のキャリアコンサルタントの試験だけではなくて、2級の技能検定の対策にも役に立つというものです。で、重要な資料ですとか白書などをかなりキャリアコンサルタントは参照していく必要があるんですけれども、二次元バーコードですね、QR コードをつけていますので、そこからスムーズにアクセスすることができます。そして、購入者の特典としまして、この合格の取説の使い方の動画、そしてアンケートの回答で学科試験の無料分析講座も視聴することができるようになっています。はい、この書籍なんですが、レック専任講師の小沢光一先生が執筆をしています。小沢先生はなんと技能士の2級の他にもですね、150近い資格を取得しているということで、試験対策のプロ中のプロですね。様々な試験に合格をしている。いかに素早く合格できるかということを分析も研究もされている先生ですので、ね、今回のこの取説も出題論点を抑えた問題解放のアプローチを提案するというような内容になっています。はい、ぜひこちらも本屋さんで見ていただいても良いかと思います。